にちは、深田静香です。アラフォー独身女性 G1 週のルーティーン、今日は2020年11月22日土曜日です。明日11月22日は G1 レースマイルチャンピオンシップです。私は度が過ぎた真面目病を治すためにカウンセリングでお金を払って競馬を教わっています。この競馬なんですけど、もうすっごく楽しくて大好きになって、今ではこの秋からは真面目病を治すという目的と、もう一つ競馬ゲームに勝つ、つまり黒字を出すという二つの目的で先生から競馬を教わっています。私は G1 レースの土曜日、前の日の土曜日か、土曜日が仕事だったらその前の金曜日に競馬のカウンセリングを受けます。そのカウンセリングの音声をこの YouTube で公開カウンセリングという形で配信しています。この競馬が、その競馬のカウンセリングなんですけど、もちろん競馬の勉強にもなるんですけど、人生の勉強に本当に役に立つんです。自分がこれまでやってきて失敗してきた潜在意識のプログラムを知ることができたり、こうした方がいいよって先生からアドバイスももらえます。あ、先生、抽選なんですけど、実は私が落ちた抽選、先行抽選だったんです。なんか一般抽選がまたあって、昨日先生に教わった方法で申し込みしました。かなり申し込みしている間楽しくて波動が高かったので、もう抽選当たりました。ありがとうございます。この抽選の話が知りたいあなたは、昨日受けてきた公開カウンセリングの後半が明日の朝8時から配信されるので、ぜひそちら聞いてみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また来ますね。